はいどうも皆さんお待たせいたしました、タイチでございます。さあということで今回の動画はですね、うまめしオンラインの企画なんですけども、今回行ったお店が丸亀製麺なんですけども、その丸亀製麺のところにこうドンとでっかいボードで、今これがおすすめですよ、これ今限定で出してますっていうものがあったんですよ。それが今回ご紹介いたしますタルトリ天ぶっかけというものなんですけども、ボード見た瞬間、うわこれクソうまそうやんと思って、まあ、それを食べましたので、今回それをちょっとね皆さんにお見せしたいと思います。ということでどうぞ。ということでいかがでしたでしょうか。ねまず最初に僕イメージしてたのが、まあ鶏天っていうことは丸亀製麺ってサブの揚げ物のところにこうかしわ天っていうものがあるんですよ。ワンチャンまああれを乗せたような感じなのかなと思ったけど、かしわ天と鶏天って違うみたいなのか、ちょっと違いがちょっとよくわかんないけど、まあでも名前が違うからまあ違うのかな、鶏の部位が違うとかそういうあれかもしれないよね。かしわ天と鶏天ってもあるんですよ。でその鶏天が僕かしわ天の何かかなと思って、で食感とかもそういう感じかなって、丸亀製麺僕かしわ天めっちゃ好きでいつもねそれも食べるんですよ。だから今回のタルトリ天もそんな感じかなと思ったけども全然違いますね。まず食感もね味も全然違う。その鶏天にかかっているのが、まあ、タルタルソースなんですけども、そのタルタルソースも、まあ、出汁に合うようにこういろいろ開発されて作られたタルタルソースみたいで、鶏天タルタルソース水菜柚子と入っております。鶏天の下味にも柚子が使われているみたいで、本当にこう柚子が強いイメージがありました。で最後タルタルソースの上にもこう柚子が、乗っているし、ついているお野菜水菜もねすごくさっぱりしてて、本当夏にはぴったりなおうどんなんじゃないかなと思いました。鶏天食べてすすって、鶏天食べてすすって、タルタルソースちょっと出汁にこう研いでで、すすって、もう止まらない。それぐらいめちゃくちゃ美味しかった。皆さんも丸亀製麺に寄る際、今ですね、限定でやっておりますので、まあ、この機会にタルトリ天ぶっかけを食べてみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録の横にベルボタンありますので、それをオンにしておくと動画が投稿された時に通知が皆さんのところに届くという設定らしいので、よろしければそちらもオンにしといてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。